アンドレア・モンテルミーニはイタリア出身のレーシングドライバーである。モンテルミニと表記されることもある。1992年に国際 F3000 選手権でルカバドエルに次ぐシリーズランキング2位を獲得する。翌1993年はインディカーのデトロイト戦にスポット参戦し、読み入賞を果たしている。ベネトンのテストドライバーを務めた。 1994年に自己死したローランド・ラッツェンバーガーの代わりにシムテックから F1 デビューする。ところがデビュー戦となった第5戦スペイン GP のフリー、走行中に最終コーナーの立ち上がりでコースアウトしクラッシュ。フロントから斜めに衝突したマシンは左向きに回転しながらホームストレート中央で停止。マシン全部が破壊されドライバーの両足が モノコック前端から見えるほどの事故で、ラッツェンバーガーに続く最悪の事態を予想させた。モンテルミーにはヘリコプターで緊急紛争され、デビュー戦を予選すら走ることなく欠場することになったが、足のかかととつま先にひびが入る程度の負傷で助かった。この年は、j j レート、ジャン・アレジ、ペドロ・ラミー、カール・ベンドリンガー、ルーベン・スバリチェロ、 そしてモンテルミーニが重傷を、うアクシデント。そしてラッツェンバーガー、アイルトン・セナの死亡事故で揺れた F1 回だった。パシフィックのマシンをドライブする、モンテルミーニ1995年にはパシフィックに乗ってフル参戦する。最高位はドイツ GP の8位だった。1996年はパシフィックの撤退でホルティから参戦する。 しかし走らないマシンで4度の予選を遅押し、第10戦イギリス GP でチームが撤退する。1997年はローラのテストドライバーを務める予定だったが、第1戦のオーストラリア GP のみでチームは撤退したため、自身も F1 から身を引いた。その後は FIAGT 選手権、イムッサ、ルマン24時間レースなど、スポーツカーレースで活動しており、 ルマン24時間レースでは1998年と1999年に総合6位となった。2008年のインターナショナル GT オープンでは総合優勝を達成した。ありがとうございます。